正動神社は、神奈川県鎌倉市、腰越,越の正動岬にある神社である。旧社格は、孫社、旧腰越,越村の鎮守。文治年間の源平合戦の際、佐々木森綱が、不祖の両国であった、大江国の八王子宮を勘定したものと伝え、江戸時代までは三神社や八王子社と称していた。現行三年五月には、新田義佐だが、 鎌倉攻めの戦勝を祈願したと伝えられる。また、新田義貞は、兼無年間に社を再興している。江戸中期には、小田原藩主、大久保忠真が変額を奉納した。1868年、神仏分離に伴い地名を取って、衝動神社と解消し、尊者に、列格した。社前に今する、清泉寺は、元衝動神社の別当寺院で、 神仏分離以降も1917年7月に至るまで管理が行われていた。また、祭神の位置である竹方神は1909年、腰越,越村内にあった諏訪社が正道神社に移された際に行使されたものである。例祭は1月16日に行われる。7月第1日曜から第2日曜にかけて行われる天皇祭は江ノ島の八坂神社との共同の祭りで、 最終日には、八坂神社の御腰が、当社に渡御する。7月に行われる、天皇祭で使われる出汁。東派府屋根、小型木製車輪、周り部隊を三大特徴とする湘南型出汁の元祖である。昭和36年までは、祭礼中、江ノ電が、流行寺前付近から、腰越後駅までの河川を撤去し五台の出汁が、電車通りを更新した。 昭和37年3月に起きた出汁小屋火災により、浜上町、土橋町、中原町の出汁が消失し、神戸町の出汁が繁盛した。ただし、人形は消失を逃れ現存している。中原町、土橋町は焼け残った部品の一部を利用し、昭和50年代に小型の出汁を製作している。神戸町は平成13、 14年に修復工事を行いほぼ、原型に復旧した。ただし、部品が消失したため、人形の取り付け方が、以前の丸刺し終幕マンドを言わざ、水水に人形、から、丸刺し終幕に人形という簡略構造になり、高さも低くなった。普段は小道神社に入って、すぐの倉庫にしまってある。ありがとうございます。